東京都民一言言いたいランキング。マイプロチキ TV の糸健です。ネットで東京都民の変なところって検索してみたら、他の県出身者からのコメントがヤフコメよろしくまさに地獄だったので、今日はそれをランキング形式でご紹介していきたいと思います。僕もですね、25年ぐらい前に上京してきて、でもはやですね、すっかりと都会に染まってしまったわけですが、やっぱりですね、その上京したての頃は、あれここなんか変じゃねみたいなことあったんですよ。なかなか厳しいコメントもありますけど、僕の意見じゃないからね。早速見ていきましょう。人が多すぎる生活。12時を過ぎても人通りが途切れない。混んでるのにぶつかるんじゃないかっていう勢いで歩かれる。飲食店に何時間も並ぶ。満員電車とかもそうかもね。とにかく人が多い東京。でも意外と10位って順位が低かったっていう印象かな。都会に人が多いなんてのは織り込み済みというか、意外性はないので、この順位に落ち着いた感じ。変な人に投票しがち。変な人を都知事にした。舛添洋一を都知事にしたことや、山本太郎を国会議員として当選させたこと。バカな国会議員を選出するほど都民の知能レベルが低いこと。いろんな人がいるので、ちょいちょい変な人も東京で立候補するし、一筋縄ではいかない、いろんな考えのある方がやっぱりたくさんいるからね、人がいるたくさんいるから、そういういろんな考えを持つ人がいるので、そういう人も票をもらっちゃうってことですかね。たまたまこれ舛添さんの騒動の後に集計されたアンケートなんですよね、これ。でも都議会は今も盛り上がってますけど。歴史がないくせに。たかだか300年ほどの歴史と東北の人たちの集まりで、生粋のとか江戸っ子だっていうのは変ですよ。東京はもともと小さな漁村ですよ。江戸っ子って言っても、たかが300年ほど、流行の先端みたいな顔をしている人を見ると笑える。そもそもそんな歴史もないくせに、東京は何を偉そうに物申してんだっていうことだよね。東京の老舗を鼻で笑う京都の和菓子屋さんっていうところでしょうかね。こう歴史の重みがそもそも違うだろうっていう。お金がかかる生活。家賃が高い。オリンピックに多額の都民税が使われる。何もかもが高すぎる。確かに物価高いですよね。大阪とか名古屋とかの不動産相場の不動産物件とかの相場を見てですね、安いなーってびっくりするもんね。本当にやっぱりそういう感覚がね、おかしくなってるんだろうな。行動がおかしい。ミーハーすぎる。おしゃれが過剰すぎて東京以外では絶対浮く。残暑が厳しいのに秋服を着たりするところ。あー、これね、季節に合わせて服装を決める人っているんですよね、都会には。春とか秋とか季節の変わり目に、まだ寒いだろうとか、まだ暑いだろうみたいな明らかに無理してるだろうみたいな人いるいる。価値観がおかしい。東京ローカルイコール東京人にしか通じないことがあることを理解すべき。便利すぎることを分かっていない。喋ってる言葉が標準語だと勘違いしている。何でもかんでも東京基準にするんじゃねえよっていうことだ。テレビとかニュース、ワイドショーとか、その話題がね、東京メインになってるってところも確かに変だよね。態度が気に食わない。東京弁、標準語じゃないくせに上から目線口調。いろいろなことにせかせかしすぎ。なんだか理想や建前が前に出すぎて違和感がある。なんかこれ地方の人と都会の人の温度差みたいなところから生まれてるっていうか、僕もですね、田舎に帰省すると、生活習慣だけじゃなくて、この時間の流れから、やっぱり都会と田舎って違うなって思う、感じることがあるんですよ。都会と田舎、それぞれの環境に順応した態度っていうのは、お互い異様に映るのかな。なんか冷たい。近所付き合いが薄い。反応が冷たい。東京に住むことがステータスだと勘違いして、常識をなくしている部分だ。都会人は冷たいっていうやつね。極力他人に関わらないというか、僕は逆に田舎の何でもかんでも他人に干渉するような風習がですね、嫌で上京したってのもあるんですけどね。なんか偉そう。片田舎出身の都民に横浜をバカにされた。都民は日本の中心だと思ってること。地方を小バカにしている。東京都民が偉いわけではない。横浜、愛知、大阪の人ってプライドあるからね。つーか、なんかちょっとこれ被害妄想入ってないですか。でも、むしろ都会人には田舎に甘い幻想を抱くというか、都会の人って田舎に憧れる人も結構いると思うんですけどね。そして栄えある第1位は、田舎者のくせに都会人気取り。なんで田舎者なのに都会人のふりしてるの？東京都民ほど田舎者だ。東京都民って大体が田舎出身者なのにごまかしてるところ。
ということで、まさに僕みたいな田舎者のくせに都会人ぶり上がってみたいなやつが、この調査ね、実は圧倒的でした。上京した友達が田舎帰ってきて久々に会ってみたら都会人気取りになっててみたいなね、エピソードをよく聞くじゃないですか。確かにその様変わり用っていうのはイラッとするというか、目障りというかね。ま、田舎っては黙っとけ。お前は黙っとけ。都会人の特徴として今回3位にランクインした都会人は冷たいっていうやつ、だいぶ前にご紹介した心理現象傍観者効果ってやつから紐解きました。人間って人が多いと困っている人がいたとしても、きっと誰かが助けるだろうと思ってしまって自ら行動を起こさない、責任が分散してしまうっていう心理現象のお話でしたよね。今日は他にもですね、都会人の特徴みたいなものがいろいろ出てきたので、それに追加する形で過剰負荷環境のお話をします。過剰負荷環境とは、都会は田舎に比べてそもそも情報量が多すぎる、人の数も多ければ車の数もお店の数も仕事の数も多い、それって一人の人間が受ける情報量としては多すぎるんじゃないか、そんな都会において圧倒的に情報が溢れている状態のこと。人間の残酷さを調べたアイヒマンテストで有名な、アイヒマンテストも動画でありましたよね、アイヒマンテストで有名なアメリカの心理学者スタンレイ・ミルグラム博士が提唱しました。そしてそれこそが今回のランキングにあるような都会人の特徴的な行動を引き起こしているのではないか。ミルグラム博士は都会で過剰な情報にさらされた時、人間が取ってしまいがちな4つの行動を挙げました。都会において異常な情報量に順応しようとして人間が取ってしまいがちな行動、それすなわち必要な情報だけをピックアップして他の情報はスルーしてしまうという特徴だ。一つ目が短時間処理、最低限の情報だけを相手とやり取りして短時間で処理をしてしまいがち。二つ目が情報排除、重要じゃない情報は無視して都合のいい情報だけを取り入れがち。三つ目が責任回避、なるべく自分とは無関係な問題に関わらないように何があっても他人任せになりがち。4つ目が他者利用、他人との接触を最低限に、もちろん個人的な連絡は極力少なくしがち、他人を通じて相手に連絡取ろうとしたりね。そしてこの4つにぜひ加えておきたいのが、社会学者アーベン・ゴフマンの儀礼的無関心。この儀礼的無関心は、親しくない人との不要な関わりを排除するためにあえて興味ないですよっていう振る舞いをすること。変なやつが街中にいても基本ジロジロ見ないでさーっとみんな避けていくじゃないですか。あれね。もちろんこれも都会は情報過多だからこそ余計な関わりを避けたいっていうやつだ。そう言われてみると、この儀礼的無関心を加えた5つっていうのは、捉えようによっちゃ今日のランキングでご紹介したやつに大体当てはまってるじゃないですか。これ都会人はですね、悪気があってこういう振る舞いをしているわけじゃないと思うんですよ。触れる情報が多すぎると人間ってこういう行動を取ってしまうよねっていうやつ。つまりここが変だよ東京人。その根底にあるのは、情報が多すぎて都会人変なことになっている説。そんなとこだ。変なやつを選挙で当選させてしまうっていうのはここから見えてこなかったわけですが、さっきちらっと言ったその傍観者効果って、以前にご紹介したね、傍観者効果っていうのは、人が多すぎるからこそ他力本願になりがちって話で、今日ご紹介した過剰負荷環境っていうのは、都会は情報が多すぎるからそれらと接するのをなるべく少なくするために最低限の振る舞いしかしないですよっていうお話ね。ご覧になっている皆さんはですね、どっちの説が都会人をおかしくしているのかと。人も情報も多すぎ問題で、何事も適切な量っていうのがあるのかもしれません。ただまあ、その今日ご紹介したアンケート結果ですね、その都会人の文句だとか都会人への悪口みたいなものがたくさんあってびっくりしたんですが、東京の人がみんながこうじゃないじゃないですか。ラベリングというかレッテル貼りというか、先入観や固定観念にとらわれず本質を見抜けるできるやつになりたいもんです。というわけで今日のおさらいです。過剰負荷環境とは、都市における人間にとって情報量過多の状態のことで、それこそが都会人が変な集団である原因である。それでも東京人はこういうやつ、そんな偏った捉え方をしないのができるやつだ。とはいえですね、凝り固まった考え方というか、その先入観ありきの考え方っていうのは、偏った考え方とかね、固定観念っていうのは、なんかこう自分の頭で考えてないみたいで思考停止してるみたくてね、悪いものとされがちなんですが、速攻で結論を出せるっていうね、いい面ももちろんあるわけなんですよ。結論が正しいかどうかは置いといてとにかく早くアクションできるというか、例えば東京から転校生が来ました。こいつがどういうやつなのか、こいつとどう仲良くすべきなのか、こいつは何が好きなんだろうかとか、いろいろうーんって考えるよりも、ああどうせ都会人っていうのはこういうの好きだよねみたいな、都会人っていう一括りにしたアクションがすぐ行うことできるじゃないですか。
正しいアクションかどうかは知らないですけどね。会社とかでもさ、そのなんか問題に直面した時にさ、ああでもないこうでもないって長い会議するよりも、それこそ先入観とか固定観念に頼り切って、普通こうするよねっていうすぐに対応策を導き出すというか、ね、その答えが合ってるかどうか知らないですよ。なのでバランスが大事というか、まあ、今日ご紹介したですね、東京人への偏見を頭の片隅に置いて参考にしながらもちゃんと自分の頭で考えることができるような人に なれればいいなと思いました。ということで、ここが変だよ東京人ランキングから、情報がたくさんありすぎることが都会人を変な行動にさせてるんだぜっていうお話でした。このマイプロジェクト TV ではできるやつの考え方やテクニックを休み休みだらだらとご紹介しています。よろしければ他の動画もご覧になってみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。